はい、どうも皆さんこんにちは。軍用紙一シュエゾンゴイバということで、本日もチャンネルにお越しいただきありがとうございます。こんにちは、ケスケです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今日の内容なんですけれども、こちらになります。早速ですね、はい、形成についてと。形成、そうです。まあ、実はですね、この形成っていう単元なんですけど、はい、以前ケスケさんに姿勢を教えましたね。やりましたね。はい、1世から4世まで、はい、その時にですね、まあ、一緒に説明しておかなきゃいけない単元なんです。はい、なんですけど、はい、まあ、ケイスケさんにですね、これを説明せずに、はい、単語帳頑張ってくださいと。まあ、そうですね。ケイスケさんと、中国語みかんですね。みかん、はい、はい、やりました。一生懸命やりました。これ習ってねえよって思ってなかったですか？まあ、なんかまあ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 だっけ。そうです。はい、一個振ってねえなみたいな。あ、振ってないですか？なんか、うん、あいつなんだよって。そう、その成長の符号みたいなのは、はい、振ってないやつは確かに単語帳になんかあって、まあでもなんかそれはなんかいちいち気にしなくていいみたいな感じで、なんかもう CD でずっと聞いてたから、はい、もうこういうもんなんだろうなみたいな、勝手にこう、うん、別にお箸のね、箸と端っこの端に別に成長符号を振ってないし、まあ、なんかそういう感じなのかなみたいなっていう風にちょっと、ね、軽く流しちゃってたんですけど、意外と大事なことだったんですか？そうなんです。実はですね、この形成、気にすると気にしないとでは発音結構変わってくるので。お、そうなんですよ。それを教えずに。そうなんです、教えずに単語をやってくださいと言っている、これは先般ですね。僕の先般でございます。はい、でも今日からね。今日からです。頑張れば。はい、なので、まあ、心理を聞くときとかもそれを意識して、うんうんうん、あ、これ形成、確かにこの形成のパターンとこの形成のパターン違うなみたいな感じで、今日のレッスンを受けると聞き分けができるようになるので、る、今日それを解説していきます。はい、さあ行くぞ。で、まあ、ケスケさん、形成っていうのは、はい、まあ、ここに書いてあるんですけれども、はい、漢字もそのままですね。軽く、はい、軽く声を出す。その通りでございます。はいはい、軽く声をちょっと出してみていただいてもいいですか、ケスケさん。あー軽いです、軽いです。はい、そういうことではない。あ、でも近いです。それと同じような感じで、本当に声を軽く出してあげるだけなんですね。うんうん、なので例えば成長符号っていうのは思い出してほしいんですけど、はい、イントネーションがそれぞれついてましたね。うん、なので例えば一世だったらあー、あー、そうです。二世だとあー、あー、そうです。三世だとあー、あー、そうです。四世だとあー、ああ、そうです。それらがすべてつかないというのがこの形成です。なので成長符号はついてなかったんですね。はい、うんうん、そうです。で、これ軽く声を出すって言ってるんですけれども、この出し方が実は前にある成長によってその声の出し方が変わってくると。なるほど。そうなんです。なので一世プラス形成の場合と、例えば三世プラス形成の場合っていうのは、その形成二つとも特徴がちょっと違ってくるんですね。うん、ほう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 。はい。なのでそれを今日は解説していこうと思うんですけれども、はい、形成、基本的にはですね、どういう時につくか、同じ語が2語続いた場合につきます。日本語でもありますね。久々、久々、あ、その同じ単語が並ぶと読み方が変わると。その通りでございます。なるほど。はい、久々久々ともビサビサとも言わないですね。確かに。はい、それと同じものが中国語にもあるというような形になります。ただまあ、そこまで覚えるものも多くはないんですね。まあ、一応こんな感じでまとめてあるので、はい、分類を先に説明しますね。はい、1世と2世と、4世、うん、この4つというのは前の成長よりも、音が下がります。下がる、下がります。はい、はい、で3世ですね、はい、3世の場合だけ形成が発音上に上がるような形になります。なるほど。3世だけが例外で上がると。そうです。道理で1世と3世を比較したわけですね。それ以外に比較するものがないから。そうです。バレました。はい、さすがですね。まあ、なぜかというとですね、はい、思い出してほしいんですけれども、まあ、一声というのは成長の中で一番高い音なんですね。高い音。そうです。ドレミファのファーのところですね。なのでその後ろに続く音っていうのはもっと高い声を出さなきゃいけないんですね、もっと上がる場合は。うん、なのでファーソーっていう感じに発音になってしまうと発音しづらいですね。はい、なので一声の後ろに来る形成というのは一声よりも低く発音すると、うん、はい、読んでみますね。はい、これ例が、お母さんと呼ぶものなんですけれども、はい、まあまあ、まあまあ、そうです。まあま
まあまあ。そうです。このような感じですね。前の1声よりも、低く発音すると、うん。で、次の2声プラス形声の場合、これもまた下がります。はい。はい、こちら、例を見ていくんですけれども、はい、こちらですね。イェイイェイ。イェイイェイ。そうです。イェイイェイ。イェイイェイ。そうです。はい。はい、これも、イェイっていうのを2声に上に上がって、さらに上に上がるの辛いので、難しいね。そうなんですよ。イエイエみたいな感じになっちゃう。なるほどね。そうなんですよ。はい。なので、あの下がってあげるとまあ楽に軽く声を出すことができると。はい。で、では3声ですね、はい。見ていきましょう。3声の特徴というのは、と。はい。そうですね。はい。そうです。声がもうこれ以上低く出ませんよっていうところまで下がってたと。うん、思うんですね。なるほど。そうなんです。なので三声プラス形声の場合というのは、うん、形声はもうそれ以上下がれないんですよ。うん、はい。もし形声が穴を掘れるのであれば下に下がれるんですけれども、まあ、掘れないと。まあそうですね。うん。はい。なので三声というのはもうこれ以上声が低く出ないところですね、うんうんうん、まで下がっているのであとは上がるしかないと。はい。はい、これこちらの単語なんですけど、ジェ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 。そうです。ジェジェ。ジェジェ。そうです。ジェジェ。ジェジェ。そうです、そうです、そうです。なので、前の3声よりも、ジェジェと。はい、ジェの。ジェジェ。そうです。形声のジェが上がってあげるというような感じになりますね。はい。で、最後は、まあ、4声プラス形声と。まあ、これも下がる。上がらないので、そのまま、ディーティ。ディーティ。そうです。ディーティ。ディーティ。そうですね。はい。まあ、4声プラス形声はかなり発音しやすいと思います。というような。形なんですけれども、はい、何かここまでご質問はございますか、ケイスクさん。まあそうですね、特にないかな。特にないですかね。なんかその単語帳を音声で勉強してると、まあ自然と身につくっちゃ身につくかなとは思うんだけれど、はい、もうその四声、その1声、2声、3声、4声とはまたそのどれにも当てはまらない読み方だから、はい、また別種類として形声というものが存在する感じなのか。その通りでございます、うんうん、はい、なのであの、まあ、以前やりました4声、四声ですね、うん、四声とはまた別のものと、その四声の中に分類されるものではないですよというのがこの形声でございます、うんうんうん、ありがとうございます。なので、なるほど、はい、全く別物として考えてこの形声は挙げてください。ほう。なんで形声があるかっていうと、まあ、くどくしないためなんですよね、うん、あの例えば同じ語ですよね、例えばまあっていう語を、うん、じゃあ同じ2回発音したらまあまあとなりますね、うんうん、はい、結構くどいですね。まあそうだね、うん、お母さんを呼ぶときにまあまあ、はい、まあちょっとね、そうですね、まどろっこしいというか、まどろ、あ、うん、素晴らしい言葉のチョイスでございます。どうだわかんないけど、はい、まあ、それをなくすために、まあ、そのくどさですよね、をなくすために形声っていうのがあるので、うん、まあ、その前の成長によって変わりますよ、発音の高低が高い低いが変わってくるよというのがこの形声というものになりますので、はい、ぜひ皆さんもこちら、意識して単語の発音ですね、あとは CD なんかを聞くときに、あ、前の成長は3声だったから次の形声は上がるぞみたいな感じで見てあげると、とてもいいかなというふうに思いますので、ぜひぜひ一緒に頑張りましょう。ちなみに1個質問いいですか。はい。この形声を知らないというか、はい、その形声がうまく発音できてないと伝わらないもんなんですかね。あ、ですね、結論伝わります。あ、伝わるんだ。伝わります。はい。基本的にその形声に完璧に形声の発音にしなければ、伝わらないということはないです。例えばまあまあという時に普通に、まあまあとかって言っても大丈夫です。まあ、そういう場合もあると。あると、まあ、知って意識をしておくと、まあ、基本的にはこういうふうに発音している人が多いから、まあ、勉強しやすいというか、まあ、それこそ HSK とかやるんだったら、はい、まあ、知っといた方がいいと。その通りでございます。ということですね。まあ、確かに、はい、まあね、関西行くとね、まあ、東京だったらバナナだけど、うん、関西だとバナナって言うしね。そうなんですか。うん、知らなかったです、うん、バナナって言うし、まあ、結構大阪だとなんかそのイントネーションが違ったりみたいなことも全然あるから、はい、うん、ということで形声ですね、意識して勉強した方が、まあ、一番こう標準に近い中国語になるかなというふうに思いますので、皆さん一緒にこれからも頑張っていきましょう。ということで本日の動画は以上となります。この動画よければチャンネル登録、グッドボタン、そしてコメントですね、はい、お願いいたします。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。ダジャーシャツジエン。ちなみにバナナの中国語はケイスケさんご存知ですか？ねー。
見た。バナナ見た。うわー、ちょっと待って。これででも、これ分かったらちょっと結構感動ですね。うわ、俺ね、漢字見たら分かるんだけど、はい。ヒントタイムいきますか。ヒントタイム。なんだっけな、バンみたいななんか感じ。ちょっと待って、はい、なんかそんな感じがあったっけ。漢字2文字で、はい、そうですね、漢字2文字合ってます。あれなんだっけな、なって、はい、あれ、なっていう感じであるかな。ちょっと待って、なんだっけな。あ、な、確かに言わんとしてるようなことは分かります。はい、そう、芭蕉のバみたいな。それだ。これですね、はい。それを見たらバナナってわかるけど、はい、ちょっとごめんなさい、出てこない。発音はご存知ですか。発音はわかりますか。ちなみにこれ、これ多分バでしょ。違う、これはジャオですね。うわ、全然違うじゃん、はい、ちなみにバナナはシャンジャオ。シャンジャオ、そうです、シャンジャオと言いますね。はい、なるほど。というような形で、いきなりすいませんでした。はい。